高知城内に設置された高知城演舞場で第71回よさこい祭りの開幕を告げる前夜祭よりも早く鳴子の音が響くのが土佐学生よさこい大会です。大学生が運営するこの大会は学生チームにスポットを当てチームの交流を目的に2019年に始まりました。しかしこの間コロナ禍で2年中止となり、去年は台風のため屋内で開催。4回目の今年、久しぶりに11チーム踊り子850人が演舞場で踊りを披露しました。運営の中心を務める実行委員長の小川裕太さんです。小川さんは兵庫県出身で現在高知大学4年生。大学1年の時から運営に関わり、去年から実行委員長として大会を仕切っています。大会前日、小川さんたちが北海道から手伝いに来た学生たちと打ち合わせをしていました。こんにちは。北海道からお越しの皆さん、ようこそ高知にお越しをくださいました。ありがとうございます。実は6月のよさこいソーラン祭りには高知から7人の学生スタッフがボランティアで参加するなど、高知と北海道で学生同士が互いの祭りの運営を支えています。本当に ありがたいですね。で、実際6月によさこいソーラン祭り経験されたメンバーの方が来ていただきますので、運営する上でも非常に助かっています。いろんなことを話して、互いの祭りのですね、いいところ、改善すべきところ、これもしっかりと共有し合うことを何よりも両者の成長にとっては大切かなというふうに思いますので、そこは心がけたいと思います。よさこいソーラン祭りの運営に3年間関わり、300人以上の学生スタッフをまとめた今年の学生実行委員会の代表、松山愛香さんです。やっぱりお祭り自体は私も初めてなので、こっちは何でしょう、その経験値的なものはやっぱり実行委員の皆さんの方が上だとは思うんですけど、同じよさこいを担うものとして、何でしょう、お客さんに楽しんでもらえるような運営を一緒にできたらいいなというふうに思います。大会当日の朝、学生たちは、おばさん、おはようございます。おはようございます。今どういう状況でどう感じてますか？観客であったり踊り子の皆さんに対して避難経路、これをしっかり明示した上での開催ということが前提になると思っています。で、指定の緊急避難場所っていうところを確認して、それぞれ地震と津波とですね、確認をして、今から実行委員でその場所をどこかというのを伝えて避難経路を再確認するというところになります。前の日、南海トラフ地震の想定震源域である日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生し、気象庁が巨大地震注意の情報を出したため対応に追われていました。実行委員全員が向かったのは緊急避難場所となる高知市役所です。混雑を避けるために3つのルートを確認しました。これが県庁で、はい、地震があってできないかもしれないってなった時に、それでもやっぱりこう1年間準備してきたものとかもありますし、踊り子さんの思いとか、学生実行委員会としてもやっぱりやりたいっていう気持ちはあると思いますし、なんかそれを実現させるための手段として、こういうふうに万全の準備をしてっていうのはすごく大切なことだと思いますし、そういう状況でできるっていうことにもありがたみを感じて、やるのであれば安全は第一優先です。近い、近いというか細いね、道が。多分それが一番あれかも。じゃあ、いかにして分散して避難をするかっていうところが一つ焦点になるかな。こっからは地震とかは関係なく、土佐学生よさこい大会を11時にスタートするための準備っていうのをやっていきます。飲み物の搬出だとか、メダルの搬出だとか、そういったことをやっていきますので、いける？
ここからは。はい、よろしくお願いいたします。土佐学生よさこい大会は去年も演舞場場所変更など自然災害の影響を受けました。今年は地震の発生が懸念される中での開催です。恵まれないなっていうのは正直思います。完全に万全な状態で学生よさこい私はできたことはないので、常にやっぱり何かしらのトラブルっていうのはあるなと思っています。ただまあそのトラブルと、まあ、共にですね、大会を進めていくことは私の中ではまああんまり嫌いなことではない。むしろ考えることは楽しいなと思いますので、しっかりと来場者の皆さんの安全を考えながらですねやっていく。それだけに尽きると思っています。そしてイベント開始直前によさこい開催の決定が。 LINE 入れてます。開催決定になりましたので。あ、開催決定です。了解です。ありがとうございます。会議は終わったみたいで、はい、決定は決定で、決定で、はい、分かりました。ありがとうございます。さっき連絡なんですか。そうですね、よさこい祭り振興会の、まあ、総務部会の方で、第71回よさこい祭り通常開催するというところで連絡が来ました。はい、今のお気持ち。そうですね、土佐学生よさこい大会もやはり振興会に足並み揃えるという判断はしてますので、無事に、まあ、オンタイムで開催できるというところで、まあ、とりあえず安堵はあるかなと思っています。巨大地震注意が発表中という異例の状況下で、土佐学生よさこいの開催も決まりました。運営側は熱中症対策も抜かりがありません。参加チームにスポーツドリンクを配り、大型ミスト機を使えるようにし、待機中の踊り子や観客に気を使います。昨日いろいろ懸念球取れて頑張ったんで、うまく成功できるといいなって思ってます。僕チーム誘導が主に仕事なんですけど、ミスがないように円滑に会場が回るようにできればいいなと思ってます。今まで準備してきたので、ワクワクもワクワク60くらいで、ドキドキ40くらいです。午前11時、学生たちのよさこいが始まりました。よさこいチーム、小村さん、ポーズをお願いいたします。小村行くぞー。行きましたね。頑張ってください。さあ、ポーズを行きました。運営メンバーの役割はチームの誘導と観客への案内、そして舞台進行。代表の小川さんはメディア対応や全体確認を務め、とにかく会場を歩き回ってトラブルがないかくまなく目を配ります。土佐学生よさこい大会はコロナで中止となった2年間で運営のノウハウが途絶えました。このため小川さんは運営を学ぶこと、仲間を作ることを目的に2022年によさこいソーラン祭りに学生ボランティアとして参加しました。よさこいソーランは大人の力も借りながら学生が中心となって運営していたからです。観客の皆様にどういった形で演舞構成組めばですね、一番踊り子の魅力が伝わるのか、そういうところはすごい学びました。踊り子同士、まあ、全国でつながるということはあるんですが、まあ、なかなか祭りを作る側、裏方の実行委員同士が集まることはありませんでしたので、そういうつながりを作れたのは一つ、非常に僕としては嬉しく思っています。はい、この経験を生かしながら土佐学生よさこい大会を進行していきます。表彰状が間に合わない。急出しも慣れました。急出し慣れました。北海道の方々がわざわざ高知まで来てくださって、すごいもうすごい頼りになって本当にありがたいの一言です。この1日のためにわざわざ来てくださって、なんかこの1日だけでぎゅっとなんか距離が近まったような気がします。また北海道の運営スタッフも高知のよさこいを体験することで大きな刺激を受けているようでした。やっぱりこうつながりっていうのは大事にしたいなっていうふうに思っていて、
なんでしょう、やっぱりよさこいソーラン祭りって高知のお祭りをもとに始まったお祭りなんで、ま、それのリスペクトは忘れちゃいけないと思いますし、北海道と高知とで学生同士つながっていって他のお祭りももっともっと元気にしていければいいなっていうふうに思います。今年で4回目っていうことでまだまだ新しい大会だと思うんですけど、これをきっかけにもっとよさこいをやってる学生っていうものにスポットが当たっていけばもっともっとお祭りとして発展していくんじゃないかなというふうに思いますし、そうあってほしいなっていうふうに願ってます。やっぱり文化の違いですね、まあ、それを強く感じます。であの文化が違うからこそですね、あのまあ成り立ちであったり運営方法も違うというところありますので、そこはあの勉強にはなりますし、また我々も提供できるものもあるのかなと思っています。前年の大会と全く同じことをするのではなく、常々に例えば新しい試みをやってみるだとか、まあこういったところ工夫を加えてみるだとか、何か一つ新しい、まあ仕掛けであったり要素っていうのを入れていただければ土佐学生よさこい大会がこれから発展するので、後輩にそこはあのバトン託したいなとは思っています。よさこいを通じて交流し、互いのよさこいをさらに魅力的にしようと刺激し合う学生たち。若い世代のよさこいパワーが地域を超えて未来のよさこいにつながっていきます。土佐さん最高。